寒いの？寝るの？寒くないよそんなに。なんかめっちゃ寒い今日。雪だるまみたいなと。今日温泉行きたくない？あり。どこがいいかな温泉。明晩行きたい明晩。あいいね。まあ今回ね別府に戻ってきてあんま温泉行ってるけど行ってないので、今日温泉巡りしようかなと思います。うん。明晩とか久々やなマジで。やばいね。匂いとかめっちゃ懐かしそう。確かに。ゆで卵の匂い。ちょっと臭い感じのね。じゅんくん。おはよう。ジョンくんってマジで綺麗な八割だよ。綺麗やな。ね。ちゃんとひげあるしな。にゃんちん。にゃんちん。ジョニー。ジョニーね、やっぱちょっと振り向くな。待って。しながら寝てんだけど満員電車のおっさん例えやばジョン君悪口言われてんぞ。今日からちゃんのとこで寝よう。僕たちは日本一周するふふー。よし行くか。お願いします。あーお腹すいた。地獄蒸しプリン食べた。あーいいね。あ、いや、プリンじゃなくて卵食べたい。ああ、温泉卵食べよう。じゃんちん。今日は一段と湯煙がすごいね。ねえ。なんかさ、ここの湯煙展望台さ、いつも思うんだけどさ、低くねちょっと行ってみようあんま変わらんな。うん変わらんなだろうね、うん、記念写真イエイ。いやーやっぱ綺麗やなこの景色。別府っち感じするよね。別府っち感じする。別府っち感じする。なんちゃんただいま。どうもタキシードが綺麗やな。胸毛がすごいね。胸毛今日もふっとしてるね。いやーめっちゃ混んでるじゃん。うわーどうする？え？あれ並んでる？車。並んでるな。うわー。先にどっか温泉入るか。うんそうしようか。煙やばくない？煙やばいな。目の前がすごい。すごいね。これ開けたら匂いやばそう。やばそうやね。染みつきそう、この前に。来ました。臭い。ちょっと、直で嗅いでや。この中入る？うん。おお臭っ。行こう。今ね、ちゃん多分ね、一番鳥天が好きなのかもしれない食べ物の中で。いい？しょっぱいのから、うん、いただきます、うん、おいしい？うん、サクサクなんだけど皮薄い系やな。おいしい、うん柚子が上にある。うん。うん。うわ、ネギリうまっ。看板犬のチャーリーちゃん、チャーリーく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 ん。猫ちゃんの匂いするかな。めっちゃ大きい。中にいたんですか。やだ。何言って。この子はベベちゃん。あ、ベベちゃん。可愛い。あ、一緒に寝たい。いただきます。これが有名よな。うん。やっぱうまい。やっぱ美味しい。鶏天食べたい。温泉入った後に食べたいよね、これね。確かに。ね。だからめっちゃいい場所にあるよね。温泉行って、温泉上がりにプリンを食べに来るっていう。最高やな。最高よね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ワンちゃんの匂いするかも。大丈夫、浮気してないよ。猫はいなかった。おい、じゃあ、来てる来てる。来てる来てる。大丈夫。めっちゃ可愛い。足閉じれなくなっちゃった。最高や。もう温泉行かなくていいや。できていいや。ダメよ。予約しちゃったから。行くぞ。もう行くの？もう時間よ。今入ってきたばっかり。よく嫌われる。行くぞちゃん。やだ。ともつもやるこれで。贅沢なやつやな。温泉来たー。やっとやな。やっとよ。ちょっととりあえず受付に早く行かなきゃ。うわー、すごい。じゃじゃーん、こんな感じ。すごいね。すごい。これ、あ、はい。この別便でしたらお呼びいたしますので、はい、ありがとうございます。一番お広い。一番広いお部屋をね、今日は予約したので。こう見て、温泉卵。後で食べよう。うん。どのお部屋なんだっけ？一番奥なんだって。一番奥か。扇山。へえ。ここです。オープン。おお。今日はお湯の温度が高めらしくて、自由に水入れられる。お、なんか今やばい。シャワーはついてなくて、ああいう感じで昔ながらのこうバケツに入れて、こうシャンプーするみたいな感じ。なるほどね。いいっすか？いいよ。入っていい？いいよ。ああ、熱い。熱い。ああ、ちょうどいい。あ、マジでちょうどいい。めっちゃちょうどいい。ちょうど乳白色だから奇跡的に何も見えない。見えてない、見えない。わー、あったけー。じゃあもう入ろう。やばいよ、覚えれない。全然違う。なんかトゥルトゥルな感じ。トゥルトゥルな感じ。トゥルトゥル系。いいな。おー、でー。熱い。熱い。あれも気持ちいい。あー、ちょうどいい。ちょうどいいかも。え、すごい。めっちゃちょうどいいよな。柔らかい。ここに書いてあったの。黄色。あ、これこれ。硫黄泉なんや。硫黄泉っていうの。うん。いやー、いいな。いやー、マジ最高やな、これ。やってみたい。ない。抗菌作用や。めっちゃね、書いてあったよね、壁にね。めっちゃ飲むやん。めっちゃ飲むやん。すごいね。可愛くないこれ。ね。これで食べる。え？茶色い。すごい。めっちゃ茶色くない？緑みたいな色じゃない？茶色や。うわ、なんかすごい。香ばしい匂いするね。おお。うん、うん、美味しい？美味しい。香ばしいんだよね。いただきます。一口がでかい。うん。香ばしいよね。確かに。温泉の味。なんか。硫黄臭がすごいよ。そう、この鼻からスーンって入った時の温泉を感じるくらい。感じない。確かに、ちょっとある。ごちそうさまでした。ジョンチン、あれジョンチン、ジョンチン場所変わってない？もしかして。あれ？どうなってんの？ただいま、ただいまだよ。あったかいね。あったかい。ドラえもんみたいになってる。耳がなくなって。あふれこわりぶいよ。ガーイ。ジョン君、温泉の匂いするでしょ？ジョン君この匂い好きだよね。うん。さすが別府の男やな。九州男子。もう出発しちゃうね。いい？吸うな、そんなに。なくなるだろ。出発するね。いい。着いた、海地獄。もうね、なんか大学の時にちゃんと友達が遊びに来る時に案内したりとか、なんか観光客の案内のなんか活動みたいな、ガイドみたいな、留学生をサポートする団体入った時に一緒に海地獄とか行ったりしてたから、もうね、多分6回目くらい。海地獄は何回も行ってもいいよね。イエーイ。これ可愛くない？可愛いよね。いつもこんなんだったっけ？え、そうだよ。イエーイ。で、車に貼ろう。ね、来た。すごい人だね。こんなに賑わってたっけ？青いね。いや、やっぱ青いな。すごいよね。この煙がさ、なくなった後の青さやばくない？あそこにね、この竿があるじゃん。あの下にね、ゆで卵が吊るしてある。あ、ここで蒸してんの？そう。さっき同じ色か。どうや？お、白い。いただきます。うん。うまい？ちょっと半熟？うん。でも香ばしくない。香ばしくない。何が違うんだろう。なんであんな香ばしかったんだろう。もうあそこがすごいんだ。そのあれが違うんかもね。温泉の質が違うんだ。そういうことか。まあ美味しかったから。よし。いつ行ってもなんかいいよね。なんか写真撮りたくなる感じよね。それ最初来た時さ、この中で温泉入れる。っちゃ思った。そう、こっそりさ、タオルとクロセット持ってって入って、どこで入れるんですかって聞いたら。え、聞いたの？聞いた。恥ずかしい。いや、めっちゃ恥ずかしかった。いや、だからマジ気をつけた方がいい。知らない人は。ここは入れないのでね。そうそうそう。っていうことでね、今日こんな感じで温泉巡りしてるんですけど、あと今日まだね時間があるから、もう1軒ぐらい今まで別府で行ったことないとこを回ろうと思ってて、今日は堀田温泉っていうところがあって、そこちょっとね気になってたから、乳白色じゃない透明なやつでしょ。そうそうそう。だからそこに乗っていたと思います。はい。ちょっと待ってて、持ってて。はい。目やにがさ、ちょっと分かったけど、目やにがあるんだよ。手がかわいい。はいはいはい。よいしょ。おいしい？ついてる。はい、行こうか。うん、行きますか。よし、しゅんちん行くよ。次は桜よ。本日2度目の温泉やな。うん、太ったな最近。でもね、気持ちいいね。温泉1時間半待ちやって。1時間半うん、だから早いと早い。ちょっとじゃあ車でボケボケしよう。よいしょ。さっき海地獄でな、うん、どっさりわけありジャガスティックを買ってきたので、わけあり。よいしょ。あ、うまい。九州醤油ってうまいよね。うまい。ニートしてる動画になりそう。やばい。やばい。可愛い。そっちなの、じゃんちん。いつもこっちだよね。入る理由がないよね。じゃんちん入るの。やめてないね。勝利の音が聞こえる。なんでジョン君。そこに入ったんジョン君。おやすみじゃん、行くぞ。行く。うん。どこにいんだよ。こちらが変態おじさんでございます。ごめんなジョン君。今から温泉やねん。もう時間や。まだ戻ってくるからね。もう今日ここでメイク落として寝る準備しちゃってもいい？うん、夕方だね。うん、そうしよう。一日に2回温泉入れるって幸せやん。すごい。すごい。綺麗だね。ね。なんかさ、見たけど家族湯の部屋の数エグくなかった？めっちゃいっぱいあるの。やばいね。なんかここ人気なんやね。めっちゃ人気だよね。うん。いいね。家族風呂ってさ、カップルとか夫婦で来る人もいるけど、なんか子供がちっちゃくてさ、そうね。別々になっちゃう時とか、一緒に行けるからいいね。いいよ。あ、ここか。あ、ここだ。入浴中。あ、開いた？開いた。あ、お湯入ってない。え、入ってない？入ってない。本当だ。入ってない。すごい。おお。すごい、出た。すごい。出た。慣れた？慣れた。ああ、気持ちいい。いつもの5倍ぐらい顔大きかったよ。はぁってやってる顔。いけねえよ。あっ、水のおかげ。いいね。最高。湯の里の方が、お湯のなんか特徴がね、ああ、すごい柔らかいの。違うね、お湯が。でも、いい感じだよね。透明なの。うん。いいね。いやー、ほんと、別府って最高よな。温泉があるっていいよ。そんな高くないしね。うん。だって、秋田とか青森で入ったとこ、高かったよね。高かった。なんか、入湯税取られたよね。それがないもんね。別に住んだら、大学の時は、回数券を買って、毎日温泉に行ってたんですけど、そうすると1回45円とか入れてて。もうみんな別府に来たことない人はもうぜひ1回は行ってほしいんだけど、本当に住みやすいんですよね。なんか地元みたいに語ってるけどさ。いやでも4年間住んだからさ。そうだね。地元で。そうだね。めっちゃ良かったよね、別府。いやー、いいわ。まあ。こんな一日でお風呂入ったら初めてかも。絶対良くない？いいね。リラックスしまくったんですよ。いやー、やばいね。ふにゃふにゃになる。ふにゃふにゃになる。マジで。ご覧みたいやな。いいね。よいしょ。いいね。よいしょ。はい。はい。ということでね、今日こんな感じで別府の前学生の時に行ってた温泉とか、今日初めてね桜湯とか行ってみたんですけど、もうどれも本当に良かったね。やっぱ別府っていいなって毎回思うよね。なんか今回別府来ていろいろね回ってるんですけど、別府の次は宮崎、鹿児島、熊本、沖縄だけ今回行けないからね、熊本、佐賀、長崎、佐賀、最後福岡、っていうこう右回りの順番に九州地方は回っていくので、ぜひ次の動画も楽しみにしてくれたら嬉しいです。またこんな動画が見たいとか、ジョン君の動画が見たい、どういう動画が見たいとかあればぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。お願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。バイバーイ。